トモセラピーハイアートシステムトモセラピーは X 線を用いた放射線治療装置である。減体照射法の応用である強度変調放射線治療及び画像誘導放射線治療を併用して行うコンピュータ断層撮影装置と一体化されたインルト専用の放射線治療装置及びその可動コンピュータシステム。正式にはトモセラピーハイアートシステム アキュレイ社製の強度変調放射線治療装置と、その制御コンピューター及びソフトウェアのこと。なお、本装置を開発した、トモセラピー社は、アキュレイ社と合併した。基本的にはリニアックが、リング上のガントリー内を連続して回転し、リングの中心にへ向けて放射線を照射する、回転照射を行う装置である。 このリングの奥に患者を乗せた寝台が進んでいき、患者に放射線が照射される。この際に、高性能のコンピューターシステムを駆使して、リニアックに付属した多様コリメータの動きを放射線照射中にコントロールすることにより、線量集中性が高く、線量均一性に関して、自由度の高い線量分布を作ることが可能で、正常組織への被曝を、 従来の放射線治療装置に比べて低減し、がんの形状に合わせた放射線の照射を行える。さらに、従来の放射線治療では、患者の皮膚表面に記したマーキングを頼りに照射を行っていたため、各回の治療ごとに照射される部位の誤差が大きかったが、トモセラピーでは CT 撮影を各回の治療前に行って、照射位置を修正して、 高い精度で放射線治療を行うため、放射線による、正常組織の障害を低減することが期待される。トモセラピー社が開発した。トモセラピーはコンピュータ断層撮影装置の、コンピューテッドトモグラフィと放射線治療の、ラディエーションセラピーを合成させた造語から命名された。高精度放射線治療の可能な装置には、サイバーナイフ、ノバリスや、 トリロジーなども挙げられるが、トモセラピーには、以下のような特徴がある。前述の通り、従来の放射線治療は、毎回の照射に当たり皮膚表面に記されたマーカーを、照射位置の指標としてセットアップする。しかし、より精度の高い照射を行うために、画像誘導放射線治療が開発され、患者の位置を合わせるために、画像情報を利用する方法が広まりつつある。 トモセラピーもアイトに対応しており、線形加速器の対策に CT 撮像用のキセノン検出器が備えられていて CT の撮像が可能である。治療に際しては、照射のたびに CT を撮影し、がんの位置を確認して、あらかじめ治療計画の作成に用いられた CT 画像との照合を行い、患者位置を補正して照射を行う。これによる、 セットアップ精度の向上から、計画標的対策におけるのセットアップマージンを減ずることができ、正常組織の被曝低減に寄与する。ただし、トモセラピーにおける一歩補正用 CT は、線形加速器を用いて撮影される3.5メガボルトのエネルギーを用いたメガボルテージ CT であり、メタルアーチファクトが生じない等の利点もあるが、S、N 比は低い。 これに加え、治療計画用 CT や、位置補正用 MVCT のスライス圧、グリッドサイズなどの位置補正の精度に影響する、機械側の因子が存在し、さらには、最終的に位置補正量を決定するのは、術者の主観であり、これも位置補正の精度に影響する。セットアップマージンの決定はこれらを考慮して行う、必要があり、機械側因子の検討に加え、 施設ごとにセットアップの誤差を測定し適切なセットアップマージンを導出しておく必要がある。また治療中の標的の移動に追随することはできないためこれも考慮して計画標的体積作成には最新の注意を払うべきである。愛とは突き詰めて言えば CTV の線量低下を最小限に抑えるための技術である。今までは CTV の線量低下対策として、目的病変の体内での位置変動やセットアップ時の位置精度の不確かさといった因子による線量低下を保障するために CTV にマージンを加えて PTV を作成していた。PTV 変炎では線量低下が生じても CTV には十分な線量を投与できるという理屈である。しかし、 I とにより従来の染料低下因子が克服されたなら PTV の染料は増加し PTV 内の危険臓器の有害事象が増加するとの報告もある IG インルートではそうした危険性を考慮して PTV を作成する必要があるともセラピーは治療基本体が CT に似たドーナッツ状の形状をしている治療にあたっては スリップリング機構により、線形加速器と本体とで電力及び制御信号をやり取りできるため、線形加速器を含め照射機構全体をガントリー内に収めて360度連続して回転させることが可能である。治療時には、この回転する線源の中空部に信頼が入っていくため、患者には放射線が螺旋状に照射されることになる。 治療計画にあたり加速器の位置回転は51問に分割して計算される。他の治療装置でインルートを行う際の問数と比較して他問の照射となるため、より正常組織を通過する線量を少なくして、腫瘍への線量集中性を高くすることができる。また、回転照射であることから、治療計画にあたって照射角度を意識する必要がなく、 計画者の負担軽減となる。なお、電子の加速に用いる高周波はマグネトロンによって発生させており、6メガボルトの X 線が治療に寄与される。線量率はガントリー中心で約8 5 g ミニッツである。フラットニングフィルターは用いられない。ただし、モニタ線量計への極めて低いエネルギーの格子や電子の除去と検出効率向上のための ビルドアップ材として、モニタ線量計の前後に一組の均一な厚さのフィルターが備えられている。宣元回転軸間距離は85センチメートルである。オーバーコリメータトモセラピーは、タングステン製の64枚の MLC を使用しており、圧縮空気で開閉を行う。一般的な MLC と異なり、平か平かの2つの状態しかないため、バイナリ MLC と呼ばれ。 開いている時間を調整することによって、ビームの強度を変調させている。治療計画51問のビームの64枚の MLC の開示管を手動で設定して、最適な線量分布を得ることは、はなはだ困難である。このため、治療計画には逆方向解決法が用いられる。治療計画時の線量計算アルゴリズムは、コンボルーション、スーパーポジションであり、 治療計画用 CT の CT 値から変換された物理密度が計算に利用される。最適化の計算中に極めて多数のビームが使用される可能性があるため、最適化に先立ちビームレットの計算を行い、それに引き続いて計画を立てる形で治療計画作成の効率化が図られてきた。現在では、防炉という手法が開発され、GPU を用いた。 並列計算により劇的に計算速度が向上し、計画者はほとんど待ち時間なしに計画作成を開始し遂行できる。トモセラピーの治療計画装置のユニークな点として、各施設の治療機に固有のビームデータをあらかじめ入力しておく必要がないことである。治療計画装置にはすでにビームデータが入力されており、そのビームデータに合うように治療器のパラメータを 調節するのである。このため、治療器の故障で部品を交換した場合でも、治療計画を変更せず治療を続行できる。また、ある危険臓器の目標とするドーズボリュームを呼び、そのペナルティを入力し、最適化を始めると、DVH カーブが計算の進行に従って変化していくのだが、トモセラピーの治療計画装置では、計算を途中で止め、 どうズボリュームやペナルティーを変更することが可能である。各危険臓器や標的の DVH カーブの動きを注視しながらインバースプラニングに介入して計画を完成させるのである。当初、トモセラピーで可能な照射はリニアックを連続して回転させる螺旋状の照射のみであったが、後にトモダイレクトとしてリニアックを固定した状態でも照射できるよう機能が 追加された。照射範囲が頭から足方向に広い全能全脊髄照射や白血病の全身照射に用いられる。照射が複雑であるインルトにおいては期待した線量が過不足なく標的に照射されるか検証する品質保証の作業が必須である。トモセラピーでは QA として電離箱線量計を用いた絶対線量測定とフィルム法による 線量分布の相対線量測定が行われる。なお、標準測定法01の基準条件による線量の構成ができないという問題があったが、標準計測法12では、トモセラピーについての言及がある。トモセラピーと他の放射線治療装置とを比較した際の大きな特徴の一つは、闘病方向に長大な照射矢を設定できることから、 複数病変に対し一連の治療過程で対応できることである。この特徴は、非進行期間の患者にとっては、放射線被曝に伴う急性毒性の軽減につながり、進行期間の患者にとっては、そもそも他の放射線治療装置では適用にならない病態や部位でも対応可能となるという利点につながる。しかし、夢の治療器ではなく、適応外の部位や、 がんも存在し、放射線治療に伴う、有害事象が、全くなくなるわけでもない。さらに通常の症者に比べ、低線量領域が増加するため二次発がんの増加が、懸念される。トーマス・ロック・ウェル・マキにより、1990年代、半ばに構想化され、2002年に、FDA 認可、世界で200以上の施設に導入されている。 日本では2005年より導入開始された。2013年で30機を数える。当初、日本での販売、メンテナンス券を、ハイアート社が持っていたが、後に、日立メディコが持った。さらに、トモセラピー社が、アキュレイ社と合併したため、現在日本では、日立メディコ社が販売、アプリケーションのサポートを行い、アキュレイ社が、 装置本体のメンテナンスを行うという体制になっている。日立メディコ社によるメンテナンスでは、故障時の部品交換などについて本部の許可が必要であり、やや時間がかかる傾向にあった。しかし、アキュレイ社が直接サポートすることになってからは、現場のサービス員の採量が大幅に認められるようになり、以前に比べ故障時の迅速な対応が可能となっている。 一定以上の効果が確認されているもの2017年12月時点。ありがとうございます。